ヤンキースは外をトレードで獲得して打線の強化には成功したものの、山本由伸の争奪戦に敗れ先発ローテーションのアップグレードは手つかずの状況となっている。そんな中ニューヨークポストのヘイマン記者は、ヤンキースが昨季ナリーグのサイヤング賞を受賞したブレイク・スネルの獲得を検討中であることを報じている。他の補強ターゲットとしては今永翔太とモンゴメリーの名前が挙げられている。ヘイマン記者はヤンキースはフライ系投手の今永がヤンキースタジアムにフィットするかを疑問視しているとリポート。マルケの記者はモンゴメリーよりもスネルを獲得する可能性の方が高いと思うとの見解を示した。やっと動き出すのかって感じ。今永よりはよっぽど計算できるな。スネルの方が爆発力があるからな。ヤンキースはスネルに変えたんか。ヤンキースからオファーがあればエンゼルスは選ばれないやろうな。もしヤンキースに入団するなら背番号は何番を選ぶのかな。このオフにヤンキースが補強のために使った金額が驚愕のゼロやしな。やっと動いたな。スネルはロドン再来みたいになって不良再建になりそう。外と長期契約したいならスネルを諦めて安い先発2枚の方がいい感じがする。モンゴメリーの方がいいと思うけどな。そりゃで戻りのモンゴメリーよりスネルの方が体裁も実力もいいやろ。ここでスネルとストローマンまで獲得できたら一気に出遅れを取り戻せるな。スネルは昨年はホームよりもアウェイゲームの方が防御率1点台でホームより好成績だったのには驚いた。スネルよりここ数年安定してるモンゴメリーの方が安心できるんちゃう。やはり安定感とここ2年で経験を積んだモンゴメリーの方がコールの後には適任のように思う。コールとスネルでサイヤング2枚看板とかロマンあるな。ヤンキースタジアムでもそれほど数字が悪化するとも思えんけど、良い年と悪い年の浮き沈みが大きい点が不安やな。2023年の両リーグのサイヤング賞投手が並ぶローテは魅力的やな。サイヤングのスネルとワールドシリーズ優勝のモンゴメリーと同列に今永翔太が書かれている笑い。スネルはジャイアンツじゃなくてヤンキース来てもらった方がいい。